コーヒーが好きな皆さん、今回は申し訳ございませんでした。実はタートル、昔からコーヒーをよく飲むんですけども、このカフェインが体を蝕んでることに気づきました。その発端としては、2023年、いつも通り朝コーヒーを飲みました。その後、体に力が入ってきて、こめかみの方からぐわーっとこう血が溜まっていくような感覚になって、髪の毛が立つような感じがして、パニックになりそうになったんです。この感覚が昔も何度かあったんですけども、これはなぜかわからなくて、自分はあまり考え込むタイプではなくって病んでんのかなって思ったりもしたんだけども、でもそんな感じでもないし、これ待てよ、俺うつ病かなとかいろいろ考えました。でもそんな悩む方でもないしな、血管が詰まってきてんのかな、なんか大きな病気あるんじゃないのかなっていろいろ悩んだ時期がありました。その答えがコーヒーでした。〇〇バックスさん、こんなこと言ってすみません。ドトーマルさん、すみません。正直今まで平気だったものが年齢が経つにつれてやっぱり体が拒絶というかアレルギー反応するというか何かのキャパをオーバーしてしまって体調を崩してしまうってことが私は分かったんです。もしコーヒー飲んでいる皆さん一つでも当てはまったら私と同じようなことになるかもしれません。寝つきが悪くなる、体に力が入る、たまに息が苦しくなる、ちょっとパニック気味になってくる、今いる環境が少しでも変わったら力が入る、公共の場に行くと体に力が入って何か心臓がドクドクしてこめかみの方がガーッと熱くなる感じがする、これはもしかしたらコーヒーかもしれません。私はこれで完全に治りました。そしてその時にたまたま出会ったものがありました。これはやっぱり運命ってすごいなって思いました。それがアダプトラテ。簡単に言うとコーヒー風味の漢方です。私もプロテインもちろん飲んでます。サプリメントも飲んでます。ですがコーヒーってやっぱりあまり栄養がないですよね。カフェインで体を起こす、脳をシャキッとさせ、体をシャキッとさせ、ちょっと脂肪の燃焼の効果があるって言われてる。そういったことで私も飲んでましたが、これをアダプトラテに変えて漠然としそして体調がいいです。まあ、飲み口としては簡単に言うとココアです。でもココアってそんな栄養ないんですよね。この栄養価がマジでやばい。そしてタートルはこの YouTube 始めて約11年間あるんですけども、案件で紹介したものはこれが2回目、それだけ来ても良くないって断ってます。普通だよって断ってます。あまり商品紹介してないです。皆さんね、タートルの動画昔から見てる方分かりますよね。案件全然ありませんよね、正直ね。でもこれはね、本当にね、まあ、体調が悪かった時にたまたま出会ったからいいのかと思ったんですけど、ものすごいいいです。何がいいのか、栄養価がすごい、紹介します。入ってる成分、素材がですね、山福茸、ターメリック、レジン、冬虫夏草、チラジット、アガリクス、ロディオラ、キバナオーギ、チャーガ、マカ、乙女アゼガ、イチョウ葉、テアリン、コーヒーエキス。とにかく栄養価がすごい。そして腹持ちも良く、飲み口もものすごいいいです。マジでコーヒー飲むんだったらちょっとコスト上がるけど、でも栄養価がものすごいいいから体の調子がとにかくいい。もし見てる皆さんね、体調いいよって方多いと思いますよ。もちろん運動してるし健康気遣ってると思う。でもね、私は感じましたよ。マジで40代とか入ったらバリ体調変わる。マジ腰痛無縁と思ってたし、腰痛になってる。風邪ひいても1日で治ってたのに3日ぐらいかかるようになった。年には勝てんなってマジで感じてます。まあ、もちろんタートルより年上の方、50代60代70代のね、人さんもおると思います。やっぱりね、通販番組のサプリメントとか確かに手を出したくなる。私もそれを年々感じている。やっぱりそれって何かしら体調を崩してるんですよね。だって20代30代の方が通販番組見て、あーこのニンニク卵黄とかサメの油すげーなんないでしょ。体調いいんだもん。もちろん精神的なことは分かんないですよ。人生の不安もあるかもしれない。だけど体調に関してはマジで年相応に体調は悪くなって、もしくは改善しにくくなっていくっていうのを身に感じてます。マジでマジで身に感じる。こんなことじゃなかったのにな、クソ。もっと体元気だし、運動もちゃんとしてるし、食事もある程度気をつけてるし、こんなね、風邪一日でね治る体重体だったのに、今1週間風邪ひいたまま治ってねえよ、咳が止まらんし、クソって。本当にね、勝てんなって思った。年齢には勝てん、マジ。そこで出会ったのがアダプトラテ。これね、めちゃくちゃ美味しかった。調子がいい、なんて言っても調子がいいね。それが一番いい。プロテインでね、マジでまたタートル飲んでんだけど、邪魔せんのに栄養だけ取れる。これはいいよ、マジ。まあもちろんね、脂肪を燃やすための CLA とかカルニチンとか BCAA とか EAA とか、そういったもの飲んでる人も多いと思う。でもね、これはね、違う。体にいい漢方がふんだんに入ってます。これ実は今だけ説明欄から見てもらったら 80% オフで購入可能。
です。しかもタートルがクーポン発行してます。ただみたいなもんです。みんなラッキーですね。はじめにね、お伝えした。コーヒー飲んでます。寝つきが悪い。体に力が入りやすい。疲れが取れない。公共の場でなんか体が緊張してくる。なんか頭がいつもぼーっとしてる。そういった症状がもしあるならばね、コーヒーをシャットダウンして、これに変えてみて。調子がいいタートルがさらに良くなったから、みんなはもっと良くなると思う。ぜひ試してみるよって人はコメントで教えて。今後、もう案件はないかもしれませんけども、今回紹介してみました。でもみんなをね、痩せたいよっていう人が多いと思う。そういった方向けに、特別、後日、脂肪爆燃えする、海外の脂肪燃焼サプリ、紹介するんで、興味がある人は、またチェックしてみて。